はい、さい、今回は座上島のチャービラという僕が実際泊まったこのホテルですね。こちらのゲストハウスなんですけど、こちらの紹介をしていきたいと思います。座上島シリーズで見てくださってる方はもうお分かりだと思うんですけど、この座上島の一番大きな集落はここ今いる座上集落っていう場所なんですけど、ここ自体相当宿飲食店、ひしめいてます。小さいエリアなんですけどね。ただその宿泊施設かなりひしめいてるんで、ゲストハウス民宿はもうものすごくありふれてますね。でもちろんハイコストのいい宿とかもあるんですけど、僕が泊まってるこのチャービラ、こちらがですね、座上島のこの座上港からですね、歩いて本当にすぐ到着するんですよね。座上集落入ってすぐもう本当手前にあるんで、手前にある宿ってもうチャービラか、あともう一個ダイブイン浜さんぐらいだと思うんですよね。そこからはまたちょっと入ればいくらでも出てきちゃう感じになるんですけど、割と一番手前の宿のうちの一つって感じですね。でこちらが今座上港です。実際どんなルートで行くのかっていうのをシミュレーションしてますね。座上港を背にして、この座上の看板が出てきます。ケラマ諸島、国立公園ですよっていう。でこの日を越えて、右に曲がっていくんですね。でこれ右側が座上港の漁業組合がやってる食堂になってます。天ぷらが買えたり、あそこで 食事も取れたりできますんで。でこの路地をすぐ出てくるんで、そちらを左に曲がります。そうするともうこの左斜め前に出てるのがもうこちらですね。この左側がチャービラです。はい、これですね、チャービラです。でこんだけ近いんで、船の乗り遅れとかも少ないんじゃないかなと思いますね。で作りも結構おしゃれですよね。庭も広くてもうユンタクには適してるんじゃないかなと。でこちらがワンルームタイプのツインの部屋です。で、チャービラではこのユニットバスでインバスタイプになってます。で、もっと高い宿行けばいい部屋っていうのはたくさんあるんですけど、コスパ本当悪くなるので、ちょっと調べてみていただくと早いかなと思います。こちら受付兼カフェですね。でやっぱこのチャービラさんは、この鍵付き個室、あとはインバスタイプのユニットバス、やっぱりこの民宿とかゲストハウスっていうのはなんていうんですかね、このドミトリータイプとかも多いですし、あと個室じゃない風呂トイレは共同ですっていうようなスタイルが多いんですよね。かなりで座上島でもかなりそういう宿は多いです。でその中でもこのチャービラさんっていうのは個室鍵付き、インバスでユニットバス付き、もうすごい施設的には最高かなと思いますね。このマリンアクティビティが盛んなこの島なんで、もちろんそうじゃなくて普通に観光で来たお客さんにもおすすめできる宿かなと思いますね。でコスパもそんなに悪くないですね。僕が紹介していくホテルでこれからもリゾートホテルとかそういうちょっとハイコストのところも出てくると思うんですけど、こういうレギュラーで使えるホテルもバンバン紹介していくので、ぜひチェックしてくださいね。でこのチャービラに来た際はこの愛くるしい看板犬2匹、この島の海と暖かい気候、そしてこの2匹の愛くるしい看板犬たち、最高の癒しが詰まってますね。この子がオレオくん、もう老犬なんでかなりおとなしいです。もうずっと椅子に座って寝てる感じですね。かわいいですよね。でもうこの子が元気いっぱいのモコちゃん、この2匹の絶妙な距離感が何とも言えないですよね。このモコちゃんが結構オレオくんに対してガンガン行くんですけど、実際このモコちゃんもすごいおとなしくて人懐っこいです。もう行くとこう飛びついてくるような感じですごい癒されますよ。座間味の海で癒されて、看板犬に癒されて、でこのカフェで
コーヒー飲んだり、まあ、庭で湯たくしたり、もうすごい素敵な時間が送れるんじゃないかなと思うような宿でした。ベルマーク通知、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ガトーショコラとコーヒーも美味しかったですね。宿でちょっと休憩したい時にカフェも利用してみてください。ではまた次の動画で。座間味島ゲストハウス、シャビラでした。バイバーイ。